はい皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山木さんさんです。で今日ですけれども、あのまあ、不動産、あの本業といいますか、の不動産鑑定士のです、ね、受験指導の,あの家庭教師がございますので、またあの収録ということにさせていただきます。本当は、あの昨日の、ね、24日のやつの収録のすぐ後に収録してるんですけども、なんか、あのそればれないようにですね、一応服だけ。あの 上着着だけ着替えていました <laughs> ということですねで今日ですけども、あの福永克也さんがアッキーさん訴えたです、ねえー、また敗訴した <laughs> 事件ですね。いや、その弁護士のくせにさ、そのなんていうか、依頼者からね、頼まれて、訴えて負ける、これはしょうがないんですよ。その依頼者がさ、いや、負け筋だと分かってるんですけど、どうしてもやってくださいとかですね、まあ、言ってくることはあるんで、まあ、それは弁護士として、まあ、宿命というか、しょうがないと思うんだけど、 自分の事件だったらさ別にその負けそうだったら訴えなきゃいいわけじゃないですか。なんで自分の事件訴えて負けるってはっきり言って恥ずかしいよね。と思いますよ。うん、なんか自分の事件だったらさそ,のそれこそ宣伝になるようにさそのもう確実に勝ててで勝ったやつを公開してなんか宣伝するぐらいの感じの方がいいんじゃないのかなと思いますけどね。 なんか、大渕愛子さんとか、誹謗中傷を受けて、あの自分で開示請求やって勝ってですね。<laughs> それで、私、開示請求もできますみたいな感じでやってますよね、うん。まあ、なんで、そうするのがむしろ普通なんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、訴えて、本当にことごとく負けてますよね。ということですね。じゃあ、共有していきます。と あの日が、おとといがです、ね、あの福永克平対菊川弁護士でしたね。で昨日が水瀬レムさんです、ね。で今日はあきさん。で明日がです、ね、明日っというか金曜日、ね、があの40提訴事件ですね、立花隆さんの代理人としてということですね。で土曜日があの私を訴えた事件ということでございます。 で日曜日、あの私があの田辺弁護士を訴えた事件ですね、まあ。福永克也と関係ないんですけど、えー、の判決を見ていきます。で今日のテーマですね。令和3年は23800という事件ですね。えー、福永克也がアッ,キーを訴えアッキーさんを訴えた事件ですね。ちなみに、これあの、東京の飯田橋のです、ね、N 先生という方が代理人になりましたで。最初の投稿、これが若干やばかったんですけど、 うん、普通の精神なら大阪まで乗り込んでツインルームから引き出して、えー、大阪港のモズクガニの餌に <laughs> まあ書いちゃってて、うんまあ、殺すぞと言ってるようにも聞こえるんで、まあ0人限度を超えてる可能性もあるということですね、うん、であとはなんか何かんで付け出したのって感じなんですけどねこれもう全部こ,これはって書いて引用しただけなんですけど えっと、最初の2つが、これの、オードリーさんがです、ね、その小さな一歩と提携していた福永克也に対して、えー、懲戒請求を出したということですね。うん、こちらもそうかな。 えー、福永克也弁護士に対する懲戒請求、えー、調査開始通知は文書で解きましたと。こういう内容です。はい、からもう1個はこれ、高橋先生のツイートを、やっぱりこ,これはつって、あの引用リツイートした感じですね。えー、今日の午後に福永先生から訴えられている事件の記述が、福永先生が先週末に訴えを変更して請求原因を大幅に増やしてきたので、一回決しては無理かも。 あと、裁判官が、ひもて裁判官時事、2、3割のツイールしてないと否認し、コピサのツール出力に証拠隠滅というわけですね。ネコピサのツールってのは、このネコピサが作った、福永克也先生のツイートを保存するシステムですね。で、そこでこういった、ひもて裁判官時事とかですね、2、3割勝てばいいじゃねえかみたいな、あの2、3割勝てそうだったら訴えてみりゃいいじゃんみたいなツイート。うん、まあ、それを、あの、 まあネコピサンツールで保存して、高橋先生が証拠に出したところ、いや、そんなこと言ってないぞみたいなあことを言おうとしたということですね。うん、これ、正確にはなんか証拠意忍の書面だけ出して、陳述しなかったらしいんだけどね。まあ、いずれにしろこうい高橋先生のツイートをリツイートしたということで、で違法だと言ったんですけど、まあ、当然のように請求棄却ということですね。うん でまずそのモズクガニの餌なんですけど、まあ、あれカーブが危なかったというで言えば危なかったんだけどね、まあ、開示では負けてるからね、危なかったといえば危なかったんだけど、これ、要するにその芸能人が18歳未満と性行為をしたと、要するにそのまあっ越したということに関して、直ちに法律上問題になるわけじゃないという趣旨の記事を、まあ、書いていたわけですね。ただ、まあ、実を言うと、ほとんどの都道府県で、あの 銀行条例ですね。その18歳未満とあの成功しただけで、まあ、条例違反になると、基本的なね。えーまあ、いうようなあ条例あるんで、法律上問題になるわけなんだけどね。<laughs> まあでも問題になるわけじゃないという、まあ、あの福永先生の,その、まあ、ご意見ということだよね。うん、で、それに対して、 豊路さんという方がいて、まあ、この方、あのまあ、中学生の娘さんがいらっしゃるんだよね、まあ、なんで、冗談じゃないとこういうことでツイートしたわけですね、僕の娘、もうすぐ JK が山ーとお泊りしたら、どこの魔法では連れてきて、そこに座りなさいと一括しますが、がガムベンさん、これ、福永ですけれども、と大阪のついにお泊りなんかしたら、たぶん僕は彼をぶち殺してしまいそうで、自分が怖いと言ってるわけですね。 まあ年頃の娘を持つあの男親の反応としてはまあこんなもんかなと思うんですけどね、うん、あの全然話変わるんですけど、あのできちゃった結婚とか、ですねあの授かり婚って言いますけども、あれ、英語ではショットガンウェディングっていうんですね。な <laughs> んでかっていうと、その娘を払わしたっていうことが分かると、その娘の親父が、 その彼氏のところ行って、ショットガン突きつけて、お前責任取って結婚しろと、<laughs> まあいうふうに言うと。まあ、なんで、そのできちゃった結婚のことを、英語ではショットガンウェディングっていうんですね。うん、なんで、それに近い感覚なんですかね、豊洲さんはね、うん。で、それについて、騒ぎをあおるように、ですねあの普通の精神なら大阪は乗り込んでツインルームが引きずらし。 大阪港のモズクガニの宿まあいうふうにリプ,リ,ートあのリプライしたわけですね。ということでございます。で、まあ、当事者の主張はいいよね。 ちなみにトイスさんのはあは、あのもう開示請求の時点であの、権利侵害なしということで棄却されておりますで。アッキーさんはこれ、開示はされちゃったんだよね。だからか訴えられたんだけども、あのまあ、こういった形で、損害賠償請求はセーフということでございます。で、これ、確かにそのモズクガニの餌にっていうのは、まあ、ここだけ見るとちょっと。 アウトだよねあの原告の死を直接暗示して脅迫し、かつ別紙を用いて社会的に共有する権利を超えてる魅力したと。まあ、ここだけ見ると確かにそうなんだけど、これ、そもそも一年の流れ見ると、その原告は弁護士として18歳未満との成功為が直ちに問題にならないと、まあ、そういうことを言ったのに対して、結局、豊路さんとアッキーさんが否定的な意見を述べたと。 いうことですよね、うん、で確かにぶち殺してしまいそうとか、ですねもずくわいの餌とかいうのは過激で不穏たな表現というほかないけれども、それは結局、その引っ法律の問題にならないという見解に対して、仮に未成年の娘がに出せる成人男性の性行為を行った場合には、法律的な問題は別論としても、親の嬢としてはるしい,いか怒りをか抱くのは通常であると。 そういう所感を述べたものにすぎないというべきだということですよね。うんまあ、なんで殺意を持って脅迫者を求めてもらえないと。また、ガム弁というふうに言ってるけれども、まあ、それが社会的にですね共有すべき限度を超えてるとは言えないということですね。あらと、引用リツイートに関しては超簡単でしたね。<laughs> あのオードリーさんの、えー、と懲戒請求しましたというのの引用ツイートに関しては、 これは単にオードリーさんという方が懲戒自由があると考えていると受け取りにすぎないし、だから高橋先生のツイートの事実質に関しては、原告が裁判において適宜認否や立証活動をしたと受け取りにすぎないというわけですね。うん、別に証拠意義の申し出をするって、別に普通の訴訟活動だからね。まあなんで、そもそも名誉書にならないということですね。 なんで、その点を考えるまでもなく、うん、請求棄却ということで、えー、ございます。えー、裁判官、坂本龍一、裁判官の判断ということですね。おめでとうございますと。というわけで、えー、遅れましながら、P <laughs> さんも大吟醸、少々おめでとうございますということですね。うん、そうそうあの、開示請求に関しては、あの 防災の統括案示の方が論文を書いていて、開示請求は緩くやって、損害賠償であのちゃんとやればいいじゃないかという趣旨の論文を書いてるんだよね。まあ、開示請求って相手が経由プロバイダーで、はけてとばっちりみたいな感じで <laughs> 裁判所に引きずり出されるわけなんでねいやもうどうしあの。書いた人と書かれた人と同意者同士でガチガチやればいいじゃんということで、まあ、開示は緩くしようよと。 まあそういう論文を書いた統括、交際の,の偉い裁判官の方がいらっしゃいます。ラもんで、アッキーさんとか、それからゲスミさんとかね、なんかはあの、開示請求で負けたにもかかわらず、損害賠償では勝ってるんだよね。あの桃太郎弁護士もそうだよね。桃太郎弁護士も、あの開示請求で負けて、あのまあ、見バれしたんだけども。 なんだけど、損害賠償では請求棄却取ってるからね。うんまあ、なんであの、開示があったから、その投稿がもう違法なんだというふうに確定するものではないと。まあ、高い確率で違法だということは言えるかもしれないけどね。ということは一つ言えるのかなというところですね。まあ、いずれにしても本当に、いや、ってい存在ではないと <laughs> いうことですね。 ということでございます。明日というか金曜日ですね、は、あの、立花隆の40提訴についてやっていく次第でございます。収録なんで、あの今日の裁判についてはちょっと省略というか、というか無理だね。なんでということで,ですね。じゃあ、おやすみなさい。